じゃあ始めようか。君たちがかけられたスペルで負傷したり、俺はそう簡単にやられねえ。いや、彼をやったのはまた別。あんたたち肝心なこと言ってないだろう。ゲームをクリアしたらその報酬はどう分けるんだ。承知の上での勧誘か。ああ、何？私も仲間に入れてください。ああ、ごめん、無理。どうしてですか？邪魔だから。このガキャー、言うにこと書いて邪魔だ。私がちょっと本気になりゃおめえなんざ片手でちょいだってのに。もう決めた。少しだけおめえらの関係かき回してやろうと思ってたけど、こうなったら修復不可能になるまでメタメタに。ほっとけほっとけ。山賊が出たらどさくさで負けばいいよ。それはちょっとひどすぎない？やばかったら逃げるくらいできるだろう。基礎体力はなかなかのものだね、ガキの割にはだけど。私八幡ジュニーならなんとか出せますけど。ああ、いいからちょっと黙っててくれる？こいつ殺す。何だったんだ今のは。ふん、動きには無駄が多いけど、ま、なかなかだわね。点じゃなく線で捉えるんだよ。敵の動きを観察すれば軌道のパターンが見えてくるだろうが。せっかくいい目があるのに宝の持ち腐れじゃないの。バカ言ってんじゃないよ。まったく、急に強くて素早いのが出たらどうすんだ。白いシャボン玉は人間のオーラに触れると破裂する仕組みだろうね。赤い方は逆にオーラ以外のものに触れれば割れる。あの馬を捕まえるにはシャボン玉全ての動きを把握し、舌と天を素早く切り替えねばならないわけだ。今の二人には少々難易度が高いわな。こいつら磨けばすぐにでも光り輝く原石じゃないの。でもこのままじゃ凶悪なプレイヤーか怪物に出会った時点でゲームオーバー。ダメだ、もう我慢できん。ギャー、ほら遊びすんな。ギャーだよ。できないの？ギャーできるじゃないの。なんで言われるまでやらなかったの？いや、まあな。うん、忘れてたわけね。ん？何ぼさっとしてんだよ。よ！何が見えた？数字の1。よろし、いいこと。これからは私が指を立てたらすかさず行。そして何が見えたか大声で言うこと。それ以外にも何か怪しい雰囲気を感じたら何を置いても行。いいね？なんだよ急に偉そうに。数字の5。正解。お前腕立て伏せ200回。お、罰ゲームだよ早く。ふざけんな。誰が文句あんの？当然だろ、おめえ何者だよ。そっか、自己紹介がまだだったね。私はプロハンターのビスケットクルーガー。念を覚えて40年。あんたたちとは知識も経験も段違いのこの私がこれからじきじきコーチしてやるから、ありがたく受ければいいだわさ。年を覚えて40年？ババアじゃん。ゴンとキルアの後をついてきた少女はなんと大ベテランのプロハンターだった。私はプロハンターのビスケットクルーガー。堅苦しいのは苦手だから呼ぶときはビスケでいいわさ。ウイングってもしかしてメガネかけた寝癖坊や？いつもシャツの裾を出してる？知ってるの？知ってるも何も私の教え子だわよウイングは。あいつが師匠とはね。時が経つのは早いこと。ってことは
あんたたちもプロハンターなんだ。あ、俺だけなんだけど。裏試験に合格したわけね。あ、懐かしいわね。また試験官やってみたいもんだわさ。ま、あんたたちにしてみたら師匠の師匠なんだから、教わるのに何の不足もないでしょ。よく見なさい。入手難度はランク D、 指定ポケットのナンバーでもないノーマルカードだわよ。明らかに戦闘面であんたたちより上の、しかも邪悪なやつに今遭遇したら、座って雑談してるふりを。私の後ろに敵がいる。わずかに漏れたさっきよ。敵は私たちが子供なんで一瞬油断したんだわね。でもすぐに自分をいさめて気配を消した。切り替えが早いわね。頭のいい子だ。ま、正解だわね。私が一人になったら敵は 100% 私を狙ってくる。私は南、二人は北。気配はそのままで 500m ぐらい歩いていって。 OK、 二重尾行だな。え、そんなに言うならいいわよ、このババア。もうやってらんないわ。バイバイ。おー、いけいけ、せいせいするよ。ほらゴン、